では今日のパワープロということで、今日は、チャレンジをやっていきたいと思います。世紀末北斗で選手を育成するのと、北節で育成する、あとフリートもありますけれども、フリートはサクチャレでやってありますので、今回は北節高校で選手を作っていきたいと思います。ではやっていきましょう。デッキの方は一応全員女性で固めてます。袴せっちゃんをお借りして、で、バスケりょうちんと、ケンパチですね、入れてます。で他は一応エプレミちゃんと、ひじりちゃんと、ひじりちゃんちなみにフル覚醒してますね、とあと野球マン5号入れてます。これ金徳かぶるのなんかあったっけ、そこら辺何も考えてないや。まあいいや、とりあえずやっていきます。3人入れてるからね、結構きつそうではあるけど、あと北節がそもそも久しぶりっていう、まあ、最初はコツもらって、りょうちんは職人か、あそう天才確定会、あ千丸がついてしまった、絶対千丸の無駄遣いだよ今回。あれスイープとかなんかかぶりそうな気がするけど、まあいいや、結局2人作らないといけないからね。今回は思い出す、北節がどういうところだったかを思い出す、まあ、そんなわけで、やる気グッズを2つ持ってきてます。やる気はやっぱり上げていかないといけないんで、せっちゃん、あれそういやお借りしたせっちゃん覚醒してなかった、もしかしてなんかそんな感じがしない、ちょっと見てみよう、まあ、借りといてね借りといて、あ大丈夫だ、全然覚醒してたわ。初期評価20あるんで、まあ余裕でしょう。じゃあひじりちゃん、ひじりちゃんにしよう。早急野球マン5号ってなんだっけ、ソリックバスとかって聞かないで、ときめきを一発目からやっちゃいましょう。下校するんだよね確か。あとレッスンか、レッスンもやんなきゃいけないんだ。あれ評価足りてない、なんか告白がほぼ確定で起こったような気がするけど、それは俺の妄想だったか。バント、もういいやこれで。でひじりちゃんがねやっぱり若干イベント数が多いんだけど、普通に野手で使うときはどうなんだっけ。あそうか、ときめきを緑にしないといけないんだっけ。あそうだそうだそうだ。でとりあえずせっちゃんは告白してきたから彼氏になって、でときめき練習あります。筋力がどうだろう、足りなくなりそうな予感はするけど、あそっかそっか、こういうイベントもあったね。あでラブパワー、まあラブパワーはね悪くないんだけど、やる気が下がってしまうという欠点もあるから、これは入らないでいいんだっけ。体力は下がるけど、なんか失敗するよりはいいや。ちょっと評価上げをしつつといったところだけど、来てるわけじゃないんで、2人ときめかせておくか。じゃあハッチ、適当、ハッチの方がレベルが高いからかなり上がった。これさ断るとどうなの、ときめき練習やってくれんのかな。でここは止めよう、監督評価を若干上げておく。でなんか知んないけど逆襲掴んだ、これは飲まない、経験点。せっちゃん野球マンがまだじゃ、まだここなかなか高いな、ラブパワーだからやっぱり経験点が高くなってるね。ここもまあそこそこ経験点はもらえる、ただデートはデートで進めていかないといけないんだよね。
あ、評価がまだ上がりきってないから、ちょっと11月中は、てかラブパワー長くね11月中はちょっと評価芸を優先させたい。いや、ここ全然だな。いや、ひじりちゃんタック強えわ。やっぱりラブパワーが効いてるけど、これやる気下がりそう。さらにやる気が下がる。これは見よう、あの発生するかどうか。発生しないでいいんだよね。ハッチとかまだか。結構きついな。練習してせっちゃんがやる気を上げてくれて、100気上げてくれない。1段階すら上げてくれないんだけど、ひどい。せっちゃん、野球マン、ちょっとタックはやっぱりね、組めるようにしておきたい。で、これはせっちゃんでいいや。とにかくやる気を上げてくれ。やる気は上がらない。タックが来てるわけではないので、野球マン5号も乗ったね。ではちょっとやることがないときはレッスンレベルも上げておきたいけど、まずはやる気を上げるためにデートをする。せっちゃんからときめきタックがなければデート早飲み受けない。一応見る。りょーちん、これはときめけるけど、まあワンタックだからいいや。ちょっとほっとこう。そんなに経験点は伸びないと思うんだよね。おう代打。ちょっと能力上げますか。スタンドはね3欲しいで、 DD やればもう余裕。上限アップはやっぱり大した。上限8とか守備半端ないな。まあ、ひじりちゃんがねやっぱり上限アップ4ついてるからね。あれ4だっけ。そうだよね、ひじりちゃんとあともう一人上限アップついてれば6まで持っていけるっていう。まあ、ここは評価さえ上がればあとはどうでもいい。ひじりちゃん足が遅い。まあ、キャッチャーはね結構足遅い傾向にあるからね。勝った。すげえいい勝負してたな。まあそれなりの経験点。肩とか誰もいないからね。これは不眠症か、これをプラスと取るべきか。やる気が下がってないからね。ときめきタックやろう。もう不眠症とは付き合っていこう。直してくれるまで。監督評価20、さらに総力やろう。2人と爆弾は全然つかないね。まあ、爆弾処理がなくなるからそれはそれで助かるんだけど。全力応援。ここら辺のイベントを全く把握してる。ゲーパーはひた手に入れた。マジか、それはそれでいいな。12月の3週か。そうだね、筋力が欲しいんだけどな。どうしよう、レッスンをしたいんだけどレッスンができない。なんでだ。体力が不足してんのか。そんなシステムだったっけ。じゃあ普通にデート消化するか。ああ間違えた。成功したけど。おう、ついたね。効かない。しかも8回な。まあそれそうだよね。選手キャラがいれば選手キャラの方が先に来るよね。でこれどっちがいいんだっけな。後ろ嬉しいからいいよ。一緒に勉強して緑とくのは取れない。ハッチ、くそ悲しいぜ。
大吉。それもまた悲しい。まあ何もできないよね。ちょっと経験点は溜まってきてるようなので、総力意外に筋力あるね。なんでだろう。まあ C、 いや B まで持ってっちゃおう。であとは様子を見ながら。あ、精神が足りてない。デート、デートできるときにする。さてここで大番狂わせで、ちょっとおお、これ来てなければ外そう。おお、来てるわ。やるっしょ。どちら。いや、これはこっちだな。筋力はでも結構でかいな。いや、こっち行け。最悪1回の爆発はもうしょうがない。いや、もう無理、もう無理です。せっちゃん爆弾除去一掃。そうか、ここら辺でちょっとコツを潰しておくのが必要だったっけ。出る。早飲み、まあ、やっとこう。でちょっとときめき練習があるけど、チャンスは2で潰しちゃっていいや。早急も潰して、パワーヒー1、フルヒッターはちょっといらない。ちょっと待って、パワーヒー1はやっぱり悲しいな。だから取れるやつを取ろう。大番狂わせ、まあ安いは安いけどね。バント置いとく。初級に代打ヘスラ、まあいつもの通りだけど。ムードプレッシャーラン、あとコツがあるやつは盗塁アシスト取れねえな。一走は60か。ちょっとときめき練習、うおー、いっぱいある、いっぱいあるけど、どれがいい。総力結構必要だからな。なんか技術見た目が余ってるけど、まあいいや、ちょっとこれにしよう。パワーは一応 B まで上げてるから、あとちょいちょい稼げば良さそうな気はする。超ラッキーボーイ。これはもう別に男性キャラを入れてるわけじゃないんで、ほっといて。技術がむちゃくちゃ余ってんな。打球の美を直撮りする。それりょーちんがいるからね。インコース、てかせっちゃんが精神練習に来てないね。そういえば、あと乾燥できるかな。アジ、打開、ハッチ49とか悲しすぎ。いや、これはせっちゃんか。打球の美を取りますか。直撮りしよう、困った時の打球の美。どこだ、インコース取っとくか、せっかくだし。せっちゃんが来てないから守備職人取ろう。あれ、守備職人がここにあるってことはもうちょっと下だな。打球の美 OK。 もうちょっと精神欲しいね。というかさ、全然デートが進んでないんですけど。ラブパワーが発動してしまった。そして2人目か、来てないな、どうしよう。なんか安定を取るなら消したい。でも普通の練習でもやっぱそれなりに経験点もらえるね。まあいいや、ちょっとデートしよう。ハッチ、てかりょーちんどうなってんの。これ絶対無理だわ、3人無理だな。ノブ、来てはない、来てはないんだけど、結構いい経験点だよね。やっぱ技術だな。ただちょっと技術があり余ってる。そっか、ひじりちゃんもいるからか。ひじりちゃんも技術はめちゃくちゃ稼げるからね。せっちゃんは一旦置いとく。最後のデートは
え、なんだこいつ、練習だ。下がった。しょうがない、俺は練習しに来たんだ。嘘は言ってない。ちょっとついちゃった。レッツトライバスケ、これ何すればいいの。パス、上から試してこう。やる気よ。上がれ、上がらない。早急か。ちょっともう爆弾除去しよう。これは内野安打からの、まあ、タックが来てるわけではないので、まあちょっとデートを続けますか。やる気。よし、やる気はとりあえず上がってくれる。もうそれで十分。おすすめにしとこう。これ体力が減ってないと若干微妙だよね。火がついたか。消そう。火がついた瞬間にね、やっぱり来てくれればかなりの経験点になるんだけど、ひどい。ちょっと見よう。うおー、これはちょっと余りそうだけど、余りそうだけど、やる気を上げるか。あ、でもそんなには伸びないね、技術。ちょっとミートを上げきっちゃおう。104まで。総力どこまでいける？こんなもんか。まあやろう。洗礼の一撃。もうデートで金徳を稼ぐっていうよりは、来た来たけど全然だな。あ、みやびちゃんだからか。もうシナリオ金徳で稼ぐしかないんだな。で、距離伸ばして経験点をかき集める。ここどうしよう、強く行こう。強く生きよう。筋力。さてさてさて、守備を上げていきますか。もう1段階上げられんな。105まで。で、総力。まあやろう。これ両チームイベント完走できないのはしょうがねえな。ナヒアンダ、ちょっと待って、潰しとこう、いろいろ。で、爆弾が来て、せめて、誰だっけ、名前がね、しどれみちゃんは完走したいな。いるわけではないので大丈夫そうだね、ときめきタックは。精神だな、ちょっとせっちゃんが来てない。で、4回目でハッチもくれんだっけ、金徳。これどうすんだっけ。気持ちを伝えとこう。そうそうそう、結構経験点がもらえる。下なんだっけ、わかんねえ。なんか教えてもらったけどわかんない。ゲーメンタルにいないな。じゃあちょっと待って、レッスン、レッスンレベルってどこまで上げればいいんだっけ。結構上がるよね。100打撃、いいね。打撃やっぱりすごいよね。てか、まあ人がいっぱいいるからかな。相変わらずの技術余りだな。もうどうやってさばいていく。阿部とかだって技術いっぱい使うけど、広角打法直取りするか。内野安打5番クラスで取っちゃってもいいか。気迫ヘッド、超ラッキーボーイはギリだな。逆襲、あ、でもリベンジのコツがあるから逆襲は掴んじゃおう。打開、洗礼の一撃は精神が足りないのか。まあいいや、ちょっと一旦これで稼いで4番どうする。どうしな、どうもしない。爆弾を除去するだけ。
上り調子。火がついた。これで練習できる、そもそも 17% か。走力欲しいんだよな。メンタルは全然ダメだね。 17% やろう。悲しい。これで爆発したら最悪だよ。これなんかやる気あげたいんだけど、能力あげたい。やる気あげてくれ。能力を上げるついでにやる気も、よし上がった。野球のリズムいけるっしょこれ。ほら、いやー回復してくれたのめちゃくちゃありがたい。ただしもう爆弾を除去する。サインさんち、これ、え、これどっちだ。惑わされないとなんか金徳くれる。明鏡止水か。かぶらないよね明鏡止水は。打撃いいね、いいねっていうかさ、パワー上げて少しでも技術を減らして、ちょっと総力を突破させとくか。一応これで突破できたはできたけど、やっぱだいぶ余ってんな。明鏡止水、いや重いな。洗礼一層スイープ、ささやき破りもな。連打、やっぱ技術だけ使いたいんだよね。精神が足りてないからな。高速チャージとかマジで意味ねえし。タイエース、ハイボールヒッターとローボールヒッターどっちか取るか。ローボールヒッター34だからな。じゃあさよならだな。チャンスメーカーもそれなりに技術、大盤クラスでちょっと安いし取っちゃおう。あ、そっか、そうすると対左か。1段階だけ取っとこう。これで、いや、じゃ技術いらなくないか。じゃあって感じだよね。じゃあときめきで精神を稼ごう。レッスンっていくつまで、8とかだっけ。150、よし、上り流からのメンタル。精神がやたら稼げてきたな。トリックスターまで手に入ったんだっけ。飲むハッチじゃなくて領地。告白してきてくんないと、そもそもさ、エピローグ経験点にすらならないんだけど。で、今もう6月の3週か。そろそろ仕上げにかからないといけないんだけど、精神はまあ大丈夫。ささやき破り、もう少し敏捷が欲しい。どうする、ハッチ、なんとなく敏捷くんねえかな。そんなあんまり関係なかったね。よし総力、よしやろうやろうやろう。一応ダブルタック、走塁速攻。やばい、そうだ、これめちゃくちゃ下がるんだ、めちゃくちゃ下がるんだ。せめて接っちゃんだな。もうハッチの評価が低いのはもうしょうがないよ。あ、そういえばさ、直上げできたね。そういえばだけど、7月1週か。144か。まあやろう。レーザービーム4番。サクッと。で、走塁3あれば十分でしょう。怪我しにくさもまあ2で取っちゃおう。パワーヒーチェイ取っちゃおう、せっかくだ。他、いぶし銀も3でしょ。超ラッキーボーイも取っちゃうか。コツを取る機会が多分ないよね。ささやき破りも取ろう、競争心も取ろう。で、速攻上り竜、上り上司1で取れたのはまあでかいな。はい、トリックスタースイープをちょっと取っとこう。トリックスターも取れんな。あと結構きつい。
まあ一応7月中もね、ときめきイベントは続くんで。え、なんだ、なんで2回なったの今。あ、歩いてじゃね、走ってたかな。いや、そんなことないな、よくわかんねえ。結構打たれてんね、ヒット11本。あれ、ピッチャー誰、ピッチャー一般人ここ。そういえば一般人だ。一般人にしたらよく頑張ったよ。せめてさ、両親告白してきてくんないかな。ちょっとでもエピローグ経験点のために。せっちゃん練習するとどんだけもらえるんだっけ。評価ね、7か。追加、あー、これは言ってよ。よし、からのときめきか。あ、せっちゃんマックスになったね。40と60か。せっちゃん最後どんだけくれたっけ。5回目のデートちょっとやろう。これどれだけくれるか。いや、結構くれるね。バランスよくくれたから、まあ今のはデートでもよかったね。さて、バレンタインチョコがちょっと無駄になっちゃったかな。2回の裏、北摂攻撃に入ります。先頭バッターは南雲。まあ、次ときめきタックが発動するようなら、ちょっとラブパワーも入れて経験点を底上げしますか。追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー三塁という場面で、きた、いった、上段。8回の裏、北摂攻撃に入ります。トップバッターは南雲。ここまで全打点を打った。これは全俺しか点取ってないのか。60。あれ、誰だ試合経験点持ってんの。もうよくわかんねえや。え、これどうすればいいんだっけ。探す。一応光ってはいる。63。え、どうなんでしょうか。悪くない気がするんですけど。そしてイベントは全く消化できなかったな。え、でもときめき、ちょっと待って、ときめき8、あ、8になってるか。じゃあ大丈夫。あ、りょうちんあれか下校してないから彼女になってねえんだ。そうだ、システムを理解してなかった。最後にお前は経験点のために爆弾発生してしまった。最後の最後に流れに乗ろう。最近のプール、え、これ何がいいの。特大、まあ、体力下がって OK。 微妙な経験点だな。これどっちだっけ。ちゃんとお参りした。評価が下がった。でも評価はすぐ戻せるからね。ちょっと練習しとこう一回。で10上がるから。でもどっちかは欠けるよね。だったらハッチだな。ハッチは敏捷をくれて、りょうちんは技術をくれるはずだから、技術はもうあまりに余ってるから特にって感じ。4番取っとこう。サイン察知、あ、免許止水取っちゃおう。洗礼も取ろう。これで金徳は抑えたかな。なのでちょっと経験点と相談しながら特能を取っていこう。ロボヒット取ろう。最後にりょうちんからもらったコツ
対左も取っちゃいたいけど筋力が少ないんだよね。そうか、一緒に下3点取られてるし、一緒に下校しないと告白してこないっていうのを途中で忘れてた。最初はやっぱり意識するけど、北節追加点のチャンスです。ツーアウトランナー2塁という場面で、これ行くか、キリ何、やはりちょっとピッチャーが貧弱だな。この回の先頭バッターは南雲、今日4打点を挙げている。叩きつけてしまった。同点で迎える7回です。周囲のうちにちょっと勝たしておきたい。今日はツーランホームランを打っています。第2球投げた、打ちました、ライト取りました、ボールは中継。最後ここだ。初活はまあまあかね。今日4打点を挙げています。投げました、はい、OK、なんとか10対8。ハッチ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 の評価を上げる。ハッチだな。どうだ、乗ったか。もう一回練習できるけどね、ハッチがいればの話だけど。うん、いいや、置いとこう。基礎能力が若干しょぼいけど。さあ先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で、射程が関係してくるからね、チャレンジは。1球目空振りから SS5 とかまでだっけ。第3球なんかアイテムもらえるの。ツーシーム危ない。第4球をこれはストレート。これはいい当たりだ、いった。そういや変化球の球種が増えるって乗ってたよね、アップデートで。パワーカーブとシンキングツーシームだっけ。パワープロ2020で出ていた変化球。ただしどういう球種かはよく分かんない。第4球を投げました。パワーカーブとかさ、なんか普通の野球の実況とかで全然聞かなくない。ワンアウトランナー1塁という場面、来た、行った、うちのキャッチャーひじりちゃんだから、進路北節リードで迎える7回です。結構ピッチャーは助かってるかもね。一塁という場面で、南雲今日はチームの全体を叩き出しています。ひじりちゃんを入れてたから、カーブ見送ったストライク。技術が結構余っちゃってるんだな。投げました。もう少し経験点を知らした方が良かったかもしれない。じゃあ誰にするってことだけど、男性キャラを入れても良かったかもね。別のキャラで上限アップのついているキャラとか、いや本当はなんだっけ、あのカレンちゃんとか入れたかったけどさ、俺全然弱いから。カレンさんはハッチは一応マックスに乗ったな。そしていない。最後の最後に愛を得る、愛を得てそれなりの経験点。虹谷か、久々だなお前と戦うのは。で、ちょっとこっちじゃない。あ、そっか、俺センス丸だ。センス丸でこれか。技術マジでさばきたいんですけど、どうしたらよろしいでしょうか。これは溢れるよね。戦取っとく、盗塁アシスト取っとこう。本塁生還、連打もまあ精神使うよね。高速チャージはいらない。バント一応取っとく。職人まで取っちゃおう、せっかく5まで掴んだんだ。で粘り打ち、流し打ち、結構さばいたな。で対左を20丸にして、よし、これで369まで持ってったから、あふれることはないでしょう、さすがに。
あとは西谷から打つ、それだけ。先頭バッターは南雲、スライダーで打てない。第2球投げた、打った、これは強烈、いった1本目。北節勝ち越しのチャンスです。ツーアウトランナー2塁という場面で南雲ちゃんとね見る。第2球投げた、打ちました、あれ俺広角打法持ってたっけ、今少し振り遅れたけどね。本展開で迎える5回です。ツーアウトランナー1塁という場面で南雲今日3打点を挙げています。第2球投げた、やはり俺が点を取らないとダメか。第3球打ちました、痛烈、入ればね、入った、入った、うお、また7点。ここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー1塁3塁という場面で抜けない、おーおーエラー。北節何としても攻めて望みをつなぐ。今日3本のホームラン、虹田にお前に悪夢を見せてやる。北節最後のバッター、9回裏俺を抑えればお前の勝ち。しかし投げました、完全に外れた、ボール。次は4球目投げました、あーやられた、虹田の気迫にやられた。やるな、ドラフトどうなの？あ、1位か。で、ハッチ。総力バースト。そっか。そんなのくれたね、そういえば。一応エピローグ。ちょっとくれ、経験点。よしよしよし。まあ、45くれれば一緒。せっちゃん116。1万2000。まあ、そんなもんです。で、じゃあどうする？総力バースト取ろうか。他どうしようか。帳尻合わせ、追い打ち、なんか取れるもん取っとこう。ホーム刺繍、レーザーフィーム取ろう。肩 D しかない。タイエース、逆境はちょっと精神使いすぎるよな。固め打ち、あ、広角打法取れんな。広角打法取ろう。まあ、別にこいつパーチャージ使わないけどね。盗塁、守備度、他全くない。呼吸でも上げとこう。まあ、北節はちょっとね、経験点が偏る可能性があるんで、まあ、というところですね。金徳の数はやっぱそれなりにある。うん、もうちょい爆発してくれればっていう感じはありますけど、ただ千丸でこれだからな。もうちょっと伸ばしたかったね。両チン、そうか、両チンの金徳をだからデートで落としてるけど、3人はデート無理だよ。やってたらやっぱりシナリオ金徳で少し稼ぎつつ、まあ、デートでの金徳は落としちゃうのはしょうがないといった感じですかね。まあ、2人作らないといけないので、まあ、もう1回、北節の方やって、まあ、北斗の方もね、やっていきたいと思います。まあ、そんなわけで今日の、パワープロはこれで終了します。